はい、こんにちは、小屋の慶です。いやー、ここ最近、すごく、この裏レッツチャンネルに動画を上げております。えー、ちょっと自分自身ね、これ上げたいと思った時に、そういえば最近めっちゃ上げてるなぁと思って、っていうぐらいサッカーにめっちゃハマってます。えー、まあ、そのレッツ、えー、が好きっていうのはまず大前提として、えっ、ー、と、まあ最近ほんといろんなところで探れてますけど、ギラバンツ北九州のね、サッカーが非常に面白いと、えー、今年 J3 から、 J2 に降格してあ昇格してきて、そして早速ね1年目からもう今、えー、現在ですけど3位、えー、J23 位ということで監督はあの有名な昇格請負い人と言われている小林慎二監督なんですよね、えー、今まで4チームぐらいを、えー、すごい短期間で J1 にね導いたその請負い、まあ、だからねギラバンズ北九州ももちろん昇格できる位置にいると思うので、えー、本当にあのまさに昇格請負い人だな小林慎二さん、すげえと思って。で結構小林真嗣さんの サッカーがどんなサッカーかって全然俺としては分かんなくてただ別にそんな特色のない結構何て言うんだろう CB に重きを置いたサッカーかなーって自分なりにこうちょっとイメージをしてたんですけどギラバンツ北九州のサッカーがですね非常に攻撃的であの初めて試合見たんですけどさっきあのっていうのもなんで見ようと思ったかっていうと YouTube の J リーグ TV って皆さん見てる方いるでしょうか J リーグの公式チャンネルがです YouTube の,の J リーグ TV っていうのを上げてて基本原さんが原寛美さんが。 動画を MC を MC MC してるんですけど MC というかゲストを招いていろんな選手だったり喋ってるんですけどギラバンズ北九州の選手が出たりとかしてる中でですねすねごく急遽あのギラバンズ北九州の選手に話を聞いてる中、急遽小林監督をですね原さんが呼び出して話を聞くっていうのが13分ぐらいの動画が上がってて、ちょっと概要欄にリンク貼っときますね、すごく面白い動画だったんで。 あの小林慎二監督と原さんのいわゆる対談みたいな動画が13分ぐらいの動画がねあったんでちょっとその動画を見てですね非常に小林監督の考えとかえがなんかたまたまですけどね俺がななんかこうなんとなく最近のいわゆるリアクションサッカーとかに関して守備的なサッカーとかに関して感じていたえこととかをすごくなんか熱く語ってくれてたのでえいいなと。 すごく共感してなので、えーまあ、その動画の話をしたいと思います、まあ、ギラバンツ北九州の試合は俺もまだそんなに見れてないのでギラバンツ北九州対福岡の最,最新の試合を見てみ、えー、たんですけど、えーまあ、その試合も非常に面白かったです、本当にあのお互いバチバチやり合ってたなと、まあ、ギラバンツ北九州本当につ、えー、なぎながら、えー、ポジションをして、えー それで攻撃を組み立てていく、えー、そしてかつ、えー、失った瞬間に、えー、なんんていうんですかボールにプレスをかける、まあ、川崎フロンターレみたいなサッカーをやってるんですけど、えーまあ、みたいなって言ったらちょっとあれなんで、まあ全然違うところもあると思うんですけど、そういうような、えー、失ったらすぐねボールを奪い返しにいくっていうサッカーをやってるなと思ったんですけど、ちょっとまで1試合しか見てないんでわかんないですけど。えーでそう え前置きが長くなりましたけど小林慎二さんがね、その J リーグ TV、原さんに言ってたのが、最近ね、リアクションサッカーが増えてますよねみたいな話してて、その中で自分はこう攻撃的なサッカーをして、なんかこう、 若い選手だったり、上手い選手に、本当に前でプレーしてほしいって言ってたんですよね。まあ、前がかりにプレイしたい、前でやり合いたいっていう話をしてて、いやなんかサッカーってそうじゃないって俺も本当思って、サッカーってそうだよねって思って、なんか、いや別に守備的なチームを批判するつもりは僕は全くないんですけど、えー、なんか最近レッツがやっとその攻撃に重きを置いてきてくれたのでね、えー、本当ほんと嬉しい限りなんですけど、その小林さんが言ってた、 ちょっと細かいところまで覚えてないんでちょっと詳細は見てほしいんですけど概要欄に貼っておく動画をねそのリアクションサッカーが、えー、なんかたまたま小林さんが監督やってない1年間ぐらいフリーの時に、えー、解説してた試合でお互いちょっとリアクションサッカーみたいな、えー、なってた時にこれでいいんですかねって言って原さんと一緒になんかいてその時に解説してた時に。 で原さんにそれを小林さんが言ったらしいんですよね、その話とかもしてて、あそんなこと言ってたんだ、小林さんと思って、で原さんはそれを小林新次監督はもうねあの、自分だったらどうしたいっていうことをね、そこで考えるからだよみたいな話もしてて、あやっぱ小林さん、それを考えながらその発言をしたんだなと思ってて、っていうのも、まあ、本当にこう、こんなリアクションサッカーでいいのかっていう。 多分本人は言ってたと思うんですよ、それも本当、全部定かじゃないんで、これ、全部僕の憶測なんで、あれなんですけどあの、そうやって、だから守備的なイメージだったけど、あなるほどね、攻撃に重きを置いてるんだと思って、それもなんかこう、いろいろ言ってましたけど、まあ、考えが変わったっぽいですね、昔から。であのこう、コーチに天野さんがいるということで、えー、レッツですごく攻撃的なサッカーをやっていたときに、コーチとしてついてくれてた。 えらしいんですけど俺はちょっとコーチ陣に関してはあまり詳しくないんで、えー、天野さんがいてくれたい,ているらしくて天野さんという方がいるらしくてなんで俺っつまたそういう人材逃してるのかよコーチの人材も逃してるのかよと思いましたけどまあそれはねこう監督が交代するタイミングでもちろんコーチとかも入れ替えたりはするんでねまあ分かるっちゃ分かるんですけど、えー、まあそういうのとかも、えー、本当に小林さんの、えー、もう本当になんていうんだろうやっぱり 攻撃に特徴のある選手は前でやってほしいっていうね。えー、何かこう、なんて言うんだろう。 僕はですけどそ、そういう人に守備のストレスを与えたくないっていうことを言ってんじゃないのかなと思ったんですよね、その小林慎司監督の、えー、ところから、まあ、もちろん守備やるとこはやるんだけども、最低限やって、あとはもう攻撃でガンガンやってもらうっていう、楽しんでもらうっていうところ、本当にサッカーを楽しむっていうところをね、サッカーの楽しさっていうのをね、えー、っと小林慎司監督は教えてくれるんじゃないかな、選手に、だからみんな本当に楽しそうに、生き生きとサッカーをしてるんだな、ギラバンツ北九州の選手もっていうふうにね。 なんか思いましたなのでなんかこう、もちろんいろんな戦術があったり、えー、チームが勝つためにね現実的に勝ち点を取りに行くために守備的にするっていう監督,監督もいるしなんかそういうのもありだとは思うんですけどただねなんかサッカーの本質とか、えー、サポーターが見て何が楽しいのかっていうところをやっぱりまずは、えー、大中選に考えないといけないんじゃないかなと僕は思います。本当にそれでで言うとマジで あのゴール前にたくさん行く、えー、とか、えー、ボールを保持している時間が長いとか要はその、まあ、攻撃的なサッカーですよねもう再三言ってますけどそういうサッカーを、まあ、最終的にはレッツもしてほしいなという動画です <laughs> あの、まあ、結局レッツの話になっちゃうんですけど、あのー、本当にね、えっと、それぞれが選手がやってて楽しいのが本当サッカーって一番だと思うので なんかまあ、データとかいろいろあるんだろうけど戦術とかいろいろあるのかもしれないんですけど俺はちょっとそういうの細かいとかよくわからないんですけどあのー、ただね、えー、なんかこのままレッツが、えー、今やってるようにね攻撃に重きを置いてくれてより、えー、選手が楽しんでくれたら、あのー、いいんじゃないかなって思います <laughs> それがレッツが強くなることにもつながってくると思うしね。えー なんか J1 のチームにそうやってパスをつなぐチームが増えている攻撃的なチームが増えているのはあのそういうことだと思うしもう1回こうサッカーのね楽しさっていうのをえそれぞれ選手が感じる時代にもう1回来ているのかなと思うしえまあそんな偉そうなことは言えないんですけどねえまあなんかそういう時代に来ているのかなと思ったりねしましたね。本当にう だからここからこう J リーグ自体は面白くなっていくと思うし日本代表も面白くなっていくと思うしもちろん世界のサッカーも、ね、面白くなっていくと思うので、まあ、より、ね、こう攻撃的に攻撃が楽しい、えー、サッカーを、えー、ちょっと見ていきたいなと思いました、もちろんギラバンツ北九州もあの注目しつつ、えー、レッズにも注目してね、あのその小林監督が言ってた、えー 攻撃が特徴の選手は攻撃やってほしいし、えー、まあもちろん守備の特徴の選手は守備やってほしいみたいなこの話もしてたんですけど、まあ、そういうことですよね、要は自分の得意なことをやってほしいですよね、サッカーではね。えー、その上で、ね、こうなんか自分たちからアクションを起こしていくサッカー、えー、とにかく点を取りにいくサッカー、えー、っていうのを、ねえー、もちろんどのチームもやってくれたら非常に面白いあい点が入りまくるリーグになるんじゃないかなと思いますし、えー、でかつレッツの、ね、サッカー自体も非常に面白くなっていくんじゃないかなと。 思いました、えー。ぜひぜひちょっとうまく伝えられたかわからないので、あの概要欄に載っている小林さんの動画を見てください。はい、そしてイラバンつく九州の試合もねぜひぜひ、えー、興味ある方見てみてください。ダゾンとかで見れますんで、はいというわけでありがとうございました。また会いましょう。ビアレッツバイバイ。